Oggi i calciatori sono accompagnati in campo dai ragazzi della squadra di una scuola locale. Fategli un applauso. このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間は AC ミラン対浦和レッズ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台は AC ミランのホームサンシーロ。ユニフォームに身を包んだサポーターがスタジアムに詰めかけています。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中、このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。 AC ミラン対浦和レッズ、サイドを紹介です。皆さんから見て右に攻めるのが AC ミラン、画面右側が浦和レッズ。武藤に渡る、 AC ミランカウンターを仕掛けます。牧野、左サイド上がっていきます。梅崎に渡る、牧野、いい形ですよ。クロスを上げる、ホイブラーテ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。このファーストハーフ最初のコーナーキックは浦和、コーナーが続いています。立ち上がりのコーナーはねチャンスですからね。これは直接ラインを割ってしまいました。奪いに行きます。チェナティップ、ここですね、審判流しました。カウンターですよ。抜けてくる、裏へ届くか、抜ければチャンス、ヘディング来た、決まった、先制。ミラン相手に先にゴールを決めました。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透しますよね。さあ浦和、パーチのあるゴールが決まりました。アウェーで先制しましたけど、ホーム側のお客さんのパワーすごいですからね、はい、集中していってほしいですよね。大島から武藤、サイドを使います。武藤から酒井、上げてきた、ボールはクリア、ボール入るか、スピードアップしたいですよ。ここは抜けてくる、これはチャンスだ、シュート、いや追加点、立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。
浦和。さらに1点を追加し2対0としています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。坂井スルーパスを狙う。このボールをカットします。坂井からのスルーパスをカットしました。スペースへ飛び出した。ここからカウンター早いですよ。さあ繋がるか。絶好の位置、シュート、ゲットヒッツ、連続ゴール。一気に畳みかけます。興梠、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。今のはこぼれてくるのを狙ってましたかね。次のプレーを予測した見事なゴールですよね。さあ浦和、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。さあここでカウンター。スローインをカット、これは読んでいました。裏へのスルーパス、東からボーグラス・ビエイラ、スペースを狙う。あと来たか、シュート、来たミラー。さあ追いつくことができるのか。あと2点で同点です。フリーの状況を見逃さず決定機をものにしました。そうですね、いい位置でシュートを打てましたよね。ディフェンスとしてはちょっと対応を遅れてしまったのでシュートコースが空いてしまいましたよね。まあこういう決定機をしっかり決めるあたりが素晴らしいですよね。さあミラン、流れを変える1点となるんでしょうか。これは合いません。さあカウンターを仕掛けます。インターセプトを狙う伊藤、裏を狙う。いや展開早くなってましたね。武藤から東、シュート、決めた。ミラー、前半終了直前、見事なゴール。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。ドグラス・ビエイラ、今日2点目です。さあミラン、このまま勢いに乗ってくるんでしょうか。いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。これ仕掛けるか。梅崎へ、梅崎抜いた、チャンス、シュート、決めた。リードを2点に広げます。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。興梠、今日2点目のゴールです。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。浦和大きくリードして前半を終えています。しっかり追加点を挙げることができましたし、いい内容の前半だったと思いますよ。 AC ミラン対浦和レッズ、浦和が2点をリードして後半です。Sostituzione per il Milan. Numero 22. さあ後半キックオフ。Lascia il campo per il numero 6. Machino. いやー少しいい形になりかけたんですけどね。
カウンターですよ。ここは対応します。流れを止めます。スルーパス、ドグラス・ビエイラへ。スペースにいいボール出たんですけどね。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。裏のスペースを狙うショルツ、ここはカットします。さあカウンターのチャンスになります。このボール奪いに行きます。東、浮かせてきます。これを読んでいた酒井。さあ一気にカウンター、スペースを使う小野。この試合ですでにアシストを記録しています。シュート、ゲット、届け。素晴らしいゴールでハットトリック達成。期待通りの活躍を見せました。ホーロキ、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いや、パスのもらい方も良かったですし、ポジショニングもいいとこにいましたよね。シュートの瞬間もキーパーの位置をしっかり見て冷静に流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。ホーロキ、シュート、いい反応。危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。これは繋がりません。伊藤、ホーロキ、さあカウンタースピードを上げたいところ、右サイドへ振って自分で行く。武藤、フリーだ、シュート、決まった、追加点。全く手を緩めません。武藤、素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。いや、ボックス内で冷静なフィニッシュでしたよね。ドリブルからシュートっていう個人の力から生まれたゴールですよね。やっぱりチームにとっては大きな武器になりますよね。武藤、今日2点目です。さあ浦和、このゲームの主導権を完全に抑えています。いや、止まらない、頭、おお、クロスから頭で合わせましたが及びません。ここはいいプレスで奪います。 AC ミランは先ほどから見ていて、前線の選手が、北澤さん、あまり守備に戻ってないですよね。まあ、おそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどね。まあでも残っている選手は守備を免除される分、はい、攻撃時の責任は重たいですよね。少ない人数でも最低でもシュートまで持っていかないと、この戦術は意味がないですよね。はい、ちょっと負担がかかりますね。そうですね。浦和は3本目のコーナーになります。 AC ミランはまだありません。クリア、このピンチをなんとか出します。武藤、抜けてくる、スピードアップしたいですよ。ここはインターセプト、小泉、裏のスペースを狙う、
伊藤から武藤、ゆるき、興梠に渡る。カウンターですよ。奪い返します。東、このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。頭できた、不正だ。浦和はあわやというシーンでしたが、シュート、うわー、来たー、ミラー。今のゴールはいかがですか。まあ本人としては今後の自信につながるような綺麗なボレーシュートだったんじゃないでしょうかね。頭だ、止めた。これはキーパーファインセーブです。絶好のチャンスでしたけどもね、コントロールできなかったですね。浦和は4本目のコーナーキックです。伊藤、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。柴戸、抜きに行くか。どうだこのシュート、決められない。中央いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。ここはつながりません。このボールをカットします。関川からのフィード、ここは読んでいました。レフリー笛は吹きません。ボールのこのパス、このボールに触ります。このパスを防ぎます。小泉、裏を狙う、いいボールだ。西へ、いい展開ですね。どうだ、これをカットします。小野、裏へ届くか。シュート、いや追加点、うーっ、どこまで点差を広げるんでしょうか。興梠、相手のチェックを外してのフィニッシュ。北澤さん、いかがでしょう。そうですね、今のはラストパスが良かったですよね。あのタイミングで出されるとディフェンダーとしては一歩対応が遅れてしまいますよね。フィニッシュもキーパーの位置をよく見て落ち着いて決めましたよね。興梠、これで今日4本目です。さあ浦和、現在シュート、チャンス完了。 AC ミラー、カウンターを仕掛けていきます。ここは奪います。アディショナルタイム5分あるようです。うん、思ったよりありましたね。裏を狙っていきます。伊藤、足の切り替えも早いですよ。積極的な守備を見せます。ここで笛です。7対3、見事な勝利です。そしてこの結果、条件達成となります。北澤さん、今日のゲームどうでしたか。浦和としてはなかなかプレッシャーのかかる試合だったと思うんですけどもね、その中でも勝てたっていうのは選手たちは今後の自信にもつながりますよね。いいゲームでしたね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。浦和が見事突破を決めたゲームです。